キムヒョナは、韓国のダンスポップ歌手、ラッパー。女性アイドルグループワンダーガールズと4ミニットの元メンバーである、P。ピーネーション所属。2007年に JYP エンターテインメントから5人組、ガールズグループ、ワンダーガールズのメンバーとしてデビューするも、健康上の問題により同年に脱退。その後、キューブエンターテインメントへ移籍し、2009年に5人。 国ガールズグループ4ミニットのメンバーとして再デビュー。2016年の解散まで活動した。現在は P ネーションに所属しソロ歌手として活動している。多くの歌手とフィーチャリングを行っており、2012年には世界的大ヒットを記録したサイのコーナンスタイルのミュージックビデオにも出演した。1992年6月6日。 ソウル特別市で、次男、カズメの長女として生まれる。ダンスへの情熱が強く、小学校3年生の時にダンススクールに、通い始めた。2007年2月10日、JYP エンターテインメントの公開オーディションを通じて、5人、組ガールズグループ、ワンダーガールズのメンバーとしてデビュー。パワフルなラップとダンスから、ムスタングと呼ばれて親しまれたものの、 週刊性腸炎の入退院を繰り返すなど、健康問題のため、7月30日に同グループを脱退した。2008年9月、キューブエンターテインメントへ移籍。病院での治療と同時に、復帰の準備を始めた。2009年2月には、ファッションブランドの広告を通じて、ワンダーガールスの活動以来初めて人前に姿を、見せ歌手、アージの楽曲、 ダンシングシューズのミュージックビデオに出演。同時期に韓国芸術高等学校へ入学した。2009年6月15日、5人組ガールズグループ4ミニットのメンバーとして再デビュー。10月から KBS に TV のバラエティ番組青春風敗に出演し、ダダッコひょな、幼稚姉妹の妹、末っ子、キムピーディなどのニックネームを得て、 注目を集めた。その他に、多くのバラエティ番組に出演し、知名度を上げた。この頃からフィーチャリング活動も、活発に行い、サムスングループのプロジェクトユニット、4トゥモロ w のメンバーとして、デジタルシングル、ドキドキトゥモロ w を発表。また、ナビのデジタルシングル、涙ももったいない、ブレイブブラザーズのアルバム、ザ・クラシックの収録曲、ビタースウィートに、 フィーチャリングで参加した。2010年1月、ファーストシングル、チェンジをリリースし、ソロデビュー。ビーストの42本が、フィーチャリングで参加した。ステージでは、パフォーマンス中心の演出で成熟したイメージを披露し、振付の骨盤ダンスが流行した。ソロ活動が終わると4ミニットは、本格的な海外進出を開始し、台湾で発売した。 アルバム4ミニット4ミュージックはゴールド認定を受けたほか、香港、日本、フィリピンなどでも人気を博した。2011年2月、韓国芸術高等学校を卒業。4月、イムジョンヒの楽曲ゴールデンレディにフィーチャリングで参加。6月からは MBC の番組ダンシング・ウィズ・ザ・スターに出演。7月5日、ファーストミニアルバム。 バブルポップを発売。タイトル曲バブルポップはデジタル総合チャート2位を獲得したが、韓国放送通信委員会が振付の一部が青少年に戦場的に見えるとして振付の変更を要請され、事務所の判断でプロモーション活動を中止した。イギリスのパプ・ジョスチスは同曲を今日の一曲に選定し、アメリカのスピンマガジンは 今年のベストソング20で9位に選出した。8月、自身がフィーチャリングした、後続曲、ジャストフォローでプロモーション活動を再開した。2011年12月1日、所属事務所の先輩である歌手チャンヒョンスンとユニット、トラブルメーカーを結成し、ミニアルバム、トラブルメーカーをリリース。本作は、ビルボードの K-POP HOT100 で2位。 デジタル総合チャートで1位を獲得した。しかし、バブルポップと同様に振付の洗浄性の議論が起こり、振付を修正した。2012年3月、スパイシーカラーと手を組んで、楽曲、ヒュナ・フォー・スパイシーカラーを発表。本作は1950年代楽観主義と60年代のレトロヴィンテージムードからインスピレーションを得た。7月、 世界的大ヒットを記録した、サイの、コーナンスタイルのミュージックビデオに出演。2013年5月6日、高熱で倒れ、5月12日まで大学総合病院に入院。2016年6月16日、4ミニットが解散し、アイドルとしての活動を終了。 2017年10月19日、日本公式ファンクラブ、ヒョンエージャパンオフィシャルモバイルファンクラブを設置。翌日、東京の新宿レニーにて、日本初のファンミーティング、ヒュナ、エスベーブパーティー、ジャパンファーストファンミーティングを開催。2018年8月2日、所属事務所の後輩にあたるペンタゴンのイドンとの交際が報じられた。 翌日に所属事務所が熱愛の事実を否定をするも、10分後には、自らの SNS で事実を認め、ビッグカップルとして、公開恋愛を開始した。2018年10月15日、キューブエンターテイメントとの契約を解除。2019年1月27日、サイが設立した、P ネーションへ移籍した。ワンダーガールズの頃からラッパーを務めており、4ミニットでも、 ダンサーとラッパーを務めている。ダンスを得意としているヒョナは、初のソロシングル、チェンジでも、ボーカルより、パフォーマンス重視の公演を広げた。ソロで活動する、グループ出身のアイドルは通常ボーカルであるが、ラップとダンスを得意とする彼女は、好評を博した。ラッパーとして、多くの歌手たちの歌に、フィーチャリングで参加。イズムのイジョンミンは、ビタースウィートと、 4-4ミ,ミュージックで見せた力のあるラップは、他のガールグループでは見えない出来栄えと評価した。ダンスの実力はすでに、ワンダーガールズの頃から認められていたが、ビゴル出身の女性歌手ソリは、ヒョナは若いのに、とてもダンスがうまく、ベテランのダンサーでも出すのが難しいセクシーな感じが、よく出ていると、ダンスが上手いアイドルにあげている。また、イジュンもヒョナを、 ガールズグループの中で最高のダンスの実力だと絶賛した。歌手イジュノもソロ曲、チェンジではダンスがうまい、シュドラとその曲からその表情、動作、歌が出てくる。先天的に才能があるのだと、ヒョナが最高のダンサーとして挙げている。主にセクシーでパワフルなダンスを踊るヒョナは幼い年齢層に支持され、ヒョナのダンスを真似し踊るが、それが理由で。 放送禁止にされるなど批判を浴びた。また、主に足のラインを強調するため、ホットパンツとミニスカートをよく着用するが、衣装が戦場的と批判を浴びることがある。ありがとうございます。